モンテビデオは、ウルグアイの首都。モンテビデオ県の県都でもある。メルコスールの事務局が置かれている。同国南部、ラプラタ川の川口左岸に位置する最大の都市で、2011年、の人口は約130万人である。ウルグアイ最大の貿易港を有し、温暖な気候で知られる。ポシートス、ブセオ、マルビン、プラシャデロス・イングレセス、プラシャベルデ、 プンタゴルダ、カラスコなどの美しいビーチがあり、その他にも観光地として多くの記念碑や博物館、歴史的建造物や通りがある。マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングによると、ラテンアメリカで最も生活の質が高い都市とされている。由来には諸説あるが、いずれの説も山を意味する。 モンテが、モンテビデオ湾の西岸にそびえる、モンテビデオの丘を指すことについては、共通している。しかし、ビデオの語源をめぐっては、以下のように複数の説がある。モンビデオの丘から見た、市街地1888年のモンテビデオ1516年に、フワンディアスデソリスがここを訪れたが、チャルーア族に殺害された。1624年に、現在のモンテビデオの地に、 グアラニー族を対象とするイエズスカイデン道場が建設された。その後、1680年にポルトガル人が今のモンテビデオの西にコロニアデルサクラメントを建設する。その後、スペイン人はトルデシアス条約を持ち出してポルトガル人と戦い、1720年にサンホセ要塞祭が建設された。1726年に ブエノスアイレス総督のブルーノ・マウリシオでサバーラがサンホセ要塞を拡大して都市産フェリペイ・サンティアゴデ・モンテビデオを建設する。これが現在のモンテビデオ氏の基礎となった。1828年にウルグアイが独立するとその首都となった。1832年7月26日から8月19日までチャールズ・ダーウィンの乗ったイギリス海軍のビーグル号が闘病した。 ダーウィンはここを拠点にして、モンテビデオ一帯の調査旅行を行っている。彼は、バイアブランカに近いプンタプラタで、巨大な化石品ハルイメガテリウムの、葉の一本ついた革骨を発見した。ビーグル号は、第1回の測量調査を終えて1832年11月14日から27日までの、間、2回目の停泊をしている。この間にダーウィンは、 チャールズ・ライエルの地質学原理第2巻を受け取っている。19世紀から20世紀の初めまでモンテビデオはアルゼンチンとブラジルの影響を回避するためにイギリスの強力な影響下で発展し1869年には内陸に向かう鉄道が開通した。独立広場1860年に57,913人だった人口は多くの移民を迎えて 1884年には10万4472人になった。移民の大半はスペインとイタリアの出身者であったが、中央からも多くの移民を受け入れた。1930年には FIFA フフワールドカップが開催され、初代優勝国の栄冠を勝ち取った。1939年12月13日、プンタデルエステ沖に現れたドイツ海軍のポケット戦艦。 グラーフ・シュペイをイギリス海軍が追撃し、ラプラタ沖海戦が起きた。海戦の後、艦長のハンスラングスドルフ大佐はモンテビデオに退避した。この間にウルグアイの中立をめぐるドイツ・イギリス・ウルグアイの外交戦が繰り広げられ、この街は一躍世界的に有名になった。ウルグアイは親衛的な立場で中立を貫き、 シュペイ号は72時間の停泊の後、12月17日にモンテビデオ郊外で自治にした。1950年代には人口が90万人近くに達したが、その頃から経済停滞に苦しみ、さらに軍事政権下の混乱の影響もあって、町は衰退し、その後遺症は現在まで続いている。多くの貧しい地方出身者が、 都市に溢れ、特に旧市街に集中した。2002年には、ブラジル、アルゼンチンから波及した経済危機により、貨幣価値が下落、物価が高騰した。2004年には135万人近い人口を数え、大モンテビデオ都市圏を含めると180万人になる。近年の経済回復と隣国との強力な貿易上の結びつきによって、ウルグアイの農業は発展してきており、 将来の繁栄が望まれている。ラプラタ川が大西洋に流れ込む川口部の左岸に位置する。テレコムニカシオネス島から見た、モンテビデオ温暖湿潤気候に属し、一年を通して降水がある。モンテビデオ周辺のランドサット写真市街は、下記の地区に分かれる。1860年、モンテビデオ市街の人口は57,913人だった。 2016年現在、モンテビデオ市外の人口は約134万9000人であるが、モンテビデオ大都市圏全体では181万4400人が住んでいることになる。モンテビデオ市民はヨーロッパ人の影響を特に強く受けており、イタリア系、スペイン系の家系が最も一般的だが、その一方でアフリカ系ウルグアイ人の家系やユダヤ人の 共同体の存在も重要である。モンテビデオには大まかに言って国民の約44%が居住しており、モンテビデオの郊外といっても良いカネロネス県は約12%を占めている。モンテビデオ公市民の足としては、もっぱら、バスとタクシーが使われている。近隣諸国や国内各地への主な交通手段は、 長距離バスやブケブス車によるラプラタ川を運行する船舶の他に航空機が利用されており、近郊にあるカラスコ国際空港が使用されている。だが、同空港には長距離国際線がそれほど就航していないため、欧米など遠くに行く場合には、隣国ブラジルサンパウロにあるグアルーリオス国際空港、アルゼンチンブエノスアイレス郊外にある、 エセ正サ国際空港が利用されることも多い。蒸気以外にも鉄道が国有のアフにより運営され、日曜日を除き町モンテビデオ周辺の町からモンテビデオへ向かい夕方再び周辺の町へ向かう、携帯のディーゼル動車による旅客列車が2路線に1往復運行されているが、同国での鉄道は貨物輸送が中心であり、モンテビデオ市内ではタンク貨車を連ねた、 貨物列車が目立つ。共和国大学などのウルグアイの主要教育機関が集中する。エスタディオ・センテナリオ・モンテビデオ市民にとって最も親しみのあるスポーツはサッカーである。1930年にはエスタディオ・センテナリオで世界初の FIFA フフワールドカップが開催された。この 1930FIFA フフワールドカップでロスチャルウーアズは勝利を飾り、ウルグアイは 初代優勝国となった。国内リーグにおいては、ペニャロール、ナシオナルモンテビデオなどのクラブチームが熱い戦いを繰り広げている。その他、バスケットボールや競馬なども盛んである。ポシトスあるジにアルゼンチンとブラジルから観光客がやってくる。ポシトスや旧市街が観光地として有名である。1月から2月にかけては、約1ヶ月にわたりカーニバルの期間となる。 特に2月上旬に2日間にわたって行われるジャマーダスでは数十組の打楽器奏者やダンサーがパレードを行い、モンテビデオは賑わいを見せる。ありがとうございます。